つの2週目かな、 C のね、ウサピオかな、ディズニースター、ディズニーシーのパークを土曜日一周していきます。あ、ウサピオまだ残ってんのかな。そうそう、ウサピオのこのお菓子とかなら残ってんだよね。今ぬい場とかぬいぐるみが確か売り切れてるよね。広が歩きやすいですね、ステージがない。今ハーバーショーかな、ミッキー広場のこことリドアイルが抽選になってるんだよね。初回は抽選ないんだけど、2回目の14時かな、それは抽選制になっていて、誰も人がいなくてとても取りやすいです。ミッキー広場にいるんだけど、ティップトップイースターが抽選制になっていて、右サイド左サイドの立ち見はね、抽選してないということで、今地蔵されてる方がいるのかな。いつクリスマスタイムにしてはやっぱりショーパレードのね、抽選外れちゃった方以外の待ち列は空いているイメージです。あとはね、そこのザンビーニ前だけ抽選してなくて、初回から3回目までかな、全部して抽選制なしで、ただね、ポジションはチップとデールしか来ないから、チップとデールが好きな方はいいけど、ミッキーとかミニーちゃん好きだったらこのミッキー広場の外側でね、土日だったら1時間半ぐらい、1時間前でいいかもね、サイドの隙間ぐらいでよければ。ドナデジのね、ここのスロープ側もね、抽選してなくて、1時間半前なんだけど、もう2、3列土日はできてますね。これぐらいの混雑するっていうのがね、今後土日行かれる方のね、参考になれると嬉しいです。それではビラドナルドのお店の前、隣の隣かな、そちらで抽選できるので抽選していこうと思います。ビッグバンドビートとティップトップイースター抽選していきます。なんかね、よく聞く噂だとね、最後の方が当たるって聞くんで、 BB からいきます。リラゲンじゃん。あー、外れちゃいましたね。選べないの。来た。ねえ、マジで。しかもめっちゃいいじゃん。抽選はね、比較的ね、抽選所は1時間ぐらい前からね、急激にこんな感じで混み出すんでね、時間がない方はね、アプリでも抽選できるんで、アプリで抽選するのもありです。土日だけど、トイストーリーマニアからニューヨークデリへの通路かな、この道もね、比較的歩きやすい印象ですね。今日ランドムシーもね、比較的落ち着いている印象ですね。そしてね、マグダックスかな、ダーフィーのお店のお隣にあるニューヨークデリっていうね、サンドイッチのレストランでいいのかな、こちらがね、外側まで列ができていて、現在が混雑しておりまして、こちらで一度お待ちいただいております。待ち時間が30分待ちみたいです。中で買い物できてもお席がね、もう満席なので、外で食べるかもうちょっと待つしか方法がないみたいです。やっぱりこのお昼の時間帯のレストランは避けてた方がいいね。この時間帯でアトラクション乗るのを僕はおすすめします。ホットドッグ屋さんの方が比較的空いている印象ですね。ここは全然列ができてないね。最後がこれぐらいで、だいたい20分ぐらいで買えるので、まあ、食べ物選ばなかったらホットドッグぐらいだったらね、待ち時間少なめで買える場所はあったりします。このホットドッグ意外と穴場だよね。ウサピオのホットロケーションがすごくできてるね。てか土日だからね、人が多い。でもこのホットロケーションとかにもね、やっぱりゲストの方がよく並んでる印象ですね。のミニーちゃんとかね、ミッキーのあるフォトロケーションもね、かなり列ができています。そうね、アトラクションだけじゃなくてフォトロケーションとかもね、列ができている印象ですね。ということで、トイストーリーマニアのエリアへ来ました。おー、土日にして130、昼にしては130って結構空いてるね。このシーズンって平日だったらね、トイマニ本当に空いてる時って80分待ちぐらいなんですけど、土日のね、小さいお子様が多い時期にしてお昼で130は空いたね。来週あたりはね、あと20分ぐらい土日でも追加するぐらいかな。なのでやっぱりこの週の土日は狙い目ですね。
ただ明日は雨なので、もっともしかしたら待ち時間が下がる可能性もあります。マニエリアの前のところにあるアイスクリームワゴンがね、ちょっと今日はね気温が高いため、アイスクリームに皆さん列ができている印象です。難しいよね、昨日はパーカーが必要だったのに、もう今日はねシャツ1枚でもいいぐらい暑いです。今ねタワテラ前のトイレがね少し工事してるので今使えないので、もしこれからパーク来られる方でタワテラ前のトイレ行こうと思って方はね、他のトイレをね近隣で探してみてください。いつまでなんだろうねこれ、今は休止中みたいです。タワテラが外まで列ができてるね、何分待ちかちょっと見ていこうと思います。タワーオブテラー60分待ち、めっちゃ空いてるじゃん今日。昼になったら60分以内、これだったらさっきのニューヨークデリーをね11時頃に早く食べてタワーオブテラーにね乗るっていう方法でもいいね。ファストパスはもうないみたいだね。土曜日で天気いいのに空いてるのは嬉しいね、今日混むって思ったんだけど。サイドダイナーのお隣側にある、ここがねいつも混むよね、ハドソンリバーハーベストっていうワンコインとかで食べ歩ける食べ歩きフードのワゴンですね。ここがね今すごい待ち時間出てそうだね。今Qラインが2列ぐらいできているかな、多分待ち時間的に20分から30分ぐらいかかるので、食べ歩きフードはねここのワゴンはね開店前かね夜の時間帯が空いてるので、その時間を狙ってくるのが僕個人のおすすめの時間帯です。使いがミッキーカステラケーキと、このチキン美味しそうだね、右上のチキンとかで、左下のねこのタピオカドリンクはね1回レビューしたことあるんですけど、これねかなり美味しかったんでおすすめです。アルコールがあるのもね、もしかしたら待ち列ができやすい理由かもしれないですね。比較的落ち着いて歩きやすいですね。ただこのお隣側はね、ハロニュー待ちがね外側まではみ出てるので、もしかしたら次の階の公園か何次の階の公園で列ができてるかもしれないです。13時30分の階のハロニュー待ちだったみたいなんですけど、まだねご案内してるみたい。多分ねドックサイドステージ自体がね座席数が多いっていうのもあるんだけど、この時間で土日でねまだ座席数余ってるの嬉しいね。それこそドックサイドダイナーで買ってきてハロニューをね、このショーを1時間前で待ちながら食べればね時間短縮できたりするので、そういうところも良かったりしますね。 SS コロンビア号もいいですよね。今ねハローニューヨーク待ってたら、あのハローニューヨークで、ね、ちょっとね様子状況を撮っていましたらね、視聴者様が親子だったかな、 お父さんと息子さんでいいのかながいましてね声かけてくださいました。いつもありがとうございます。それではねここからポートディスカバリー方面へね向かっていこうと思います。それではケープコットへ入っていきます。人通り多く感じるね。ラッフィーのグリーティング施設へ着きました。ラッフィーは相変わらず混むね、100分待ちみたいです。今の期間ね、ラッフィーイースターの期間はねティップトップイースターっていうイースターのショーの衣装を着てるのでね、よかったらこの期間でしか会えない衣装なので、ちょっと100分は長いね、お昼で。あとすくとしたらね18時から19時頃、もしかしたら80分70分すく可能性あるので、よかった。僕個人はねその夕方の時間帯もすくイメージあるので、まあ、その時間帯を狙ってくるのもありかと思います。ケープコットクックオフもかなり列ができてるね。コットクックオフのショーレストラン、さっきあるバージョンだけど、こっちはねショーレストランがない待ち列ですね。ショーレストランのない待ち列も外側まではみ出ています。で先ほど言ったようにショーレストランありが70分待ちで、ショーレストランご飯だけが20分待ちみたいで、この時間帯なので、まあ、列ができている印象ですね。スーベニア欲しいとかだったらね夜の時間帯が空いてるので、夜の時間帯の方がねお子様が少なくて比較的入りやすかったりするので、夜ご飯とかにね食べるのにもおすすめだったりします。メニューこんな感じで1000円くらいかな、買いやすい金額なんだよね。スーベニアのランチケースとかスーベニアプレートカップとかがね新しいかくれんぼシリーズに変わったのもあるから、ちょっと混んでいる可能性もあるかもしれないです。大きいんですね。ありがとうございます。そっちのより本当に大きいですねサイズ的。全然形が違ってくるので、そうですね、型が違うって感じ。ありがとうございます。はい、ではボートディスカバリーへ入っていきます。この天気のアクアトピア、とても気持ちよさそうですね。日中の天気が良かったりするとアクアトピア待ち時間ちょっとできてそうですね。ライダーも待ち列がすごいことになってるね。高の110分、しかもファストパスもうないんだ。
なんか絶叫混んでなくて小さいお子様向けのアトラクションがやっぱり混んでいるイメージだね。ウサピヨ効果かな。 C に小さいお子様がね、今日土日っていうのもあるけど多い印象あるので、もしかしたらシーライダーとかトイマニとかが混んでいる可能性があるかもしれないです。うわーすごいね、アクアトピアも外側まで列ができてるね。で待ち時間が40分待ちで少し混んでいる印象です。夜になったら空くんだけど、今の春のシーズンってね、朝と夜は冷え込んでいて上着がね少し多く必要だったりするので、今この気温で乗るのがちょうどいいので、パーカーとかね上着でちょっと寒くてもいいんだったら、もしかしたら夜の方がいいかもしれないです。でも気持ち、僕はね今正直言う気持ちは、今この気温で乗りたいです。それではロストリバーデルタ行きたかったんですけど、ティップトップイースター当たってるので、あと30分したら始まるのかな。ティップトップイースターをねミッキー広場で見ていこうかなと思います。メディテレーニアンハーバーにおいて、ディズニーの仲間たちが生まれたてのかわいいウサピオと一緒にお送りするティップトップイースターが始まります。ディズニーイースターの季節を告げる鐘が鳴り響くと、いよいよとびきり楽しいイースターファンフェアの開幕です。ティップトップイースターはあと15分で始まります。どうぞお楽しみに。ちなみにね、パークに入らなくてもおチェアのとか利用すればね、こんな感じで時間帯によってはねテラス席から見ることもできます。皆さんこんにちは。これよりイースターファンフェアを開催いたします。それではロストリバーデルタ入っていきます。土日だけど比較的歩きやすいっすね。ディスカバリーからロストリバーデルタ行けるんだけど、この橋を、ね、左に曲がればねグリーティングトレイルとかインディージョーンズ行けるんですけど、まっすぐ行けばねドナルドとグリーティングできたり、サラミとかミゲルズっていうレストラン行けるんですけど、今日は左側へ曲がっていきます。レールへ着きました。うおーグーフィーがめっちゃ混んでる。ミッキーとミニーちゃん超えてるね。グーフィーが5月31日でねキャラクターがドナルドに変わるということで、多分駆け込み需要でねドナルドじゃなくてグーフィーの方がね混んでいる印象かな。先月はミッキーとミニーちゃんのお顔が変わるということで、今度はねグーフィーが列ができています。でも5月31日まででもうグリーティングのトレイルの衣装では会えなくなるから、もしこれから来られる方ね、グーフィーちょっと並んでみて台紙のお写真をね記念に出してみるのもいかがでしょうか。インディージョーンズが110分待ちだね。まあ、土日だから100分は超えるよね。でも先月に比べたら150とか160とかだったので、まあ、3月のね一番混むシーズンが終わったので比較的短い待ち時間になっていますね。インディージョーンズはね117センチ以下かな、その身長以下は乗れなかったりするので、もしかしたら小さいお子さんが乗れなくてシーライダーとかトイストーリーマニアとかが混んでいる可能性もあるかと思います。前の3月20日ぐらいにパーク一周した時同じところで撮ってるんだけど、それと比べるとねもう全然違いますね。本当に隙間と隙間がねゲストの間があって歩きやすい印象があります。
かわいい、イースターだ。なんかここにスパンコールついてるのもあるんだね、今。やっぱりでもこのファンキャップ僕今かぶってるんだけど、この2つね、男女カップルでもおすすめだったりします。あとはさ、よく聞かれる、なんか視聴者さん聞いたかな、動画のコメントでこれ売ってますかみたいな。イースターのね、ウサギのサングラスもね、今年も健在です。でも全然こういうファンキャップでもいいよね。レイジングスピリッツへ来ました。スピリッツは100分待ち、比較的落ち着いていますね。はインディージョーンズとかレイジングスピリッツは一応100分超えてるけど、シングルライダーというものも使えるので、もしねお一人とか、まあ、もし複数で来てる時に別々で乗ってもいいってことだったらね、相方で乗れるシステムなので、まあね、Cライダーとかトイマニとか Cライダーのファストパスを優先して、インディーとかレイジングはもう家族バラバラでもいいってことだったら、シングルライダーを利用して乗って時間短縮するのもありかと思います。まあ、でも土日にしてもどの時待ち時間も100分前後ってすごい落ち着いていますね。キングスピリッツの並んでる方のゲストの印象も、小さいお子さん少なめだね。大人のゲストの方が並んでいる印象ですね。アラビアンコーストへ入っていきます。この角度で見る船もすごいね。ジャスミンのフライングカーペットは少し混んでいて30分待ちです。インドバットへ着きました。本当にね、分かりやすいね、今日の待ち時間。小さいお子様向けでいいのかな、小さいお子様でも乗れるアトラクション、シンドバッドは15分待ちみたいです。そう、だから結局絶叫が今日は空いていて、小さいお子様向けアトラクションがね、どんどん列ができている印象ですね。ということで、カスバフードコートへ着きました。ニューヨークデリと違って、やっぱりお昼時間ずらしてるんで、空いてそうですね。15時の待ち時間を見ていきましょう。おー、ここぐらいまでしか列ができてない。多分これ5分から10分ぐらいでレジで注文できそうな感じしますね。スター限定のメニューとかプリンとかもあるね。あとこれもイースター限定のスペシャルセットですね。これも食レポしたよね、よかったら見てみてください。今ちょうどさ15時だから、あえてお昼ずらすのもいいし、ココナッツプリンとか食べてね、時間潰すのも良さそうですね。チキンカリーとかビーフカリーとかベジタブルカリーとかもあります。中の席もテラス席もね、少しぐらいは空席もあったりします。この時間がやっぱりご飯食べるのにはベストかもね。それではね、アラビアンコーストからマーメイドラグーンへ入っていってます。ここもね、比較的落ち着いていて歩きやすい印象です。グリーティングも60分待ちでした。ミステリアスアイランドへ着きました。海底2万マイルもそんないつもみたいにできてないね。スタンバイぎゅうぎゅう詰めじゃなかったり、通路と通路の間もね、結構お客さん同士、3月はねゲストの間がもうぎゅうぎゅうだったんですけど、隙間隙間あったりしますね。ここもね、ボルケーニア前もねいつも混んでるんだけど、今日もちょっと混みは激しいけど、前の先月よりはね歩きやすい印象かなと思います。ということで、センターオブジェアス来ました。おお、いつもみたいにね、あの春休み使ってたここの長蛇の列を使ってないですね。いい天気の土曜日のアトラクションの待ち時間がね、もう伸びる時間帯で120分待ち、めちゃくちゃ空いてるね。いつもよりは全然列ができていない印象ですね。多分先月に比べたら本当に落ち着いているんじゃないのかなと思います。メディテレーニアンハーバーへ戻っていきます。トップイースターが始まる1時間前かな。土日でもね、立ち見最前は取れたりしますね。ここで多分16時半になったらね、最終公演のウサピオのショーが始まった時にね、ミッキーたちにこうやって手触れたり目線がもらえたりします。まあでもここを取るぐらいだったら、まだザンビーニとかもね、ちょっと隙間とかなら空いてるかなと思うので、もしねショーパレードとかで時間ギリギリだった場合はね、ここからお見送りすることもね、キャラクターたちとね、土日とか混んでる日来る方、よかったらねこのポジションもチェックしてみてください。またザンビのところの坂のお花が変わってますね。これは何のお花かな。
ットフィーノの、ね、待ち時間を見ていこうと思います。グラタンブレッドとかチキンとか、ここはレギュラーだね。あ、これイースタースペシャルセットだ。なんかカルボナーラと2種類ぐらいあるのかな。エビもあるね。アルコールもありますね。いつもね、店内すぐ入れて10分から15分ぐらいかなと思います。僕もね、お昼ご飯食べてなかったので、この15時の空いてる時間帯でね、今回セットもできるんだけど、単品でね、イースター限定メニューのリングイネのトマトのカルボナーラだったかな。それでスペシャルセットで1800円ぐらいなんですけど、単品で1260円もできました。それではね、リングイネのトマトのカルボナーラかな、いただこうと思います。またね、機会があったらスペシャルセットもね、食レポできればなと思っております。あ、なるほど、これなんかね、ボロネーゼみたいなのでいくかな。トマトがね、どちらかっていうと強いですね、カルボナーラっていうよりはトマトソースをベースにしたスパゲティって感じかな。まろやかな味わいというよりはトマトのコクの味わいの方が強いかな。なんか珍しくそこまで本当に書いてある通りトマトのカルボナーラって感じ。トマトが7でカルボナーラが3ぐらいの割合です。ポルトフィーノって福知のユカタンとかミゲルズに比べたらメディテレーニアンハーバー側にあるので、営業時間が長いところがいいなと思っております。イースター期間はね、イースターの風船も今回はあったりします。ミキミニが中に入ってるね。センター122、アリエルが60本、トイマニ120、落ち着いてるね、土曜日にして。グーフィーが長いね。もう天気もいいし、アトラクションも空いてるし、キャラグリも落ち着いてるし、素晴らしいね。クレンボグッズのシリーズかな。ポーチがなんか今見合わせだったよね。メインフレームストラップとかティッシュケースとかはまだ全種類ありますね。このストラップかわいいよね、やっぱり。粘着とかハンカチとかかな。ここにサンプルもあったりします。クッションもかわいいしね。トートバッグがね、予想よりちっこいんだよね。めっちゃいい。個人おすすめはやっぱりこの購入品紹介でもあったマルチホルダーがおすすめです。キーチェーンもね、ちょっと割高なんだよね。筆箱もね、可愛いよね。ということで、東京ディズニーシーの土曜日かな、4月の2週目の土曜日のパークを一周してきました。やっぱり3月に比べたら落ち着いてるね。そして先週の土曜日だったかな、確か入園制限だったよね。かなり激混みだったみたいで、それに比べたらね、同じ7400円払うとしたらやっぱり空いている印象かな。ただ今日見た感じだと、ウサピオのやっぱりイースター効果で小さいお子さん連れが多かったパーク内で、アクアトピアとかシーライダー、あとはトイストーリーマニアとかが全体的に待ち時間は伸びているけど、ただそれでもセンターオブジアース、レイジングスピリッツとか絶叫がね、そこまで伸びなかったり、まあいい割合だよね。大人は絶叫楽しめて、子供は子供向けのアトラクションが混んでいて、しかもパークがそれなりに120分以内というか、全体的に落ち着いていた印象でした。ティップトップイースターを初めて当選してミッキー広場で見れたんですけど、あのいい場所というかね、いいポジションで見ると見方というか、ステージが全体的に見えて、ショーの構成というものがね、僕今1、2、3回目ぐらいかな、ミッキー広場は多分2回目なんだけど、まあ、ちょっとずつ内容が分かってきたりとか、中でティップトップイースターを見て、あ、こんなハーバーショーなんだとか、あ、こういうイースターの風景とか食べ物とかショーとか、イースターに行った気分になれればなと僕個人は思っております。ゴールデンウィーク前って思えばね、比較的空いているし、これからまたゴールデンウィーク入る前とゴールデンウィーク後、またゴールデンウィーク終わった後もまだイースター続きますし、まあ、また混雑状況土日もね、引き続きやっていければなと僕個人は思っております。まああとはね、トレイルがね、そこまで意外と伸びてなかったグーフィーが、先日トレイルのグーフィーが5月31日に終了が発表されたんですけど、サルアミのドナルドもね、キャラクターが変わっちゃうので、まあ、そこまで混んでいないかなっていう思うんですけど、ただ5月25日はスクリーンデビュー控えてたりとか、徐々にね、最後になるにつれて待ち時間が混雑するんじゃないのかなと僕個人は思っております。また近況報告とかグッズの状況とか、またパーク一周でお届けできればなと思っておりますので、どこか動画内参考にできると嬉しいです。
それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったなと思った方、グッドボタン、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。